でも本当に危なかったね。なんであんな仕事してるのよ。バッカじゃないの。今日はたまたま私のおかげで助かったけど、そのうち本当に捕まっちゃうか死んじゃうよ。本当だね。もうやっちゃダメだよ。約束破ったら、そうだな、みつこさんのところのホテルでフルコースだからね。一郎さん、うるさいのが来たな。
京一郎、昨日は随分派手にやらかしたらしいな。本当にな。仲のいいことだ。それはこっちのセリフだ。私がその、仲良くしようとしているのに、お前がここのツケを払わないんだ。確かに依頼の書類ですので、これでお仕事は完了です。本当にありがとうございました。他に頼める人がいなかったので、もちろん報酬金も上乗せしておきました。でも潜入道具一式が未変換ですし、京一郎くんの痕跡を消すのに結構お金がかかって天引きしちゃいました。きっと次回もキリキリ舞い。パンパカパン、キリちゃんです。第3話、
この4話では舞子がちょっと困ったことになるにゃ。親友としては助けてあげてほしいにゃ。きっと大忙しだね。キリキリ舞だよ。準備はいいかな。ここまで来たらジタバタしても仕方ないよ。さあ第4話舞子応答せよに、レディー。綺麗です。うん、でもことこさんってスタイルいいんだもん。着痩せするタイプだよね。そうでしょうか。あ、舞子さん、早く制服着ないとダメですよ。まあな。つうか、俺は給料払ってるんだぜ。あ、はい、わかりました。ことこさん、あんな男の言うこと聞いちゃダメ。自分をもっと大切にね。
旦那もこいつと一緒にいるとバカと貧乏神が映りますよ。違いない。誘拐事件の調査なのです。女子高生の誘拐です。女子大生もセットですよ。おい、女子高生と女子大生って何？怪しい。絶対怪しい。吐け。全部吐け。今すぐ吐け。ここで吐け。ちゃんと仕事にしてこいよ。お気をつけていってらっしゃいませ。お仕事を引き受けてくれるということなのでしょうか。